今日はね、はい、エイトバランスのお二人と一緒に登りますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're beaten. Rise up to meet the break that you need. It's coming. Just, hold on. Hold on, yeah. Lift your eyes off the ground. You've only begun. Rising up through the clouds. No, never give up.どうもサンタマです。ゆうなです。今回は残雪期の至仏山に登ってきました。ゴールデンウィーク限定のルートで登るんですよね。はい、そして今回はなんとエイトカラーズのお二人と登ります。4人で楽しくワイワイと登っていきます。めっちゃ来てくれてる。お客様は何名ですか？マイクは取った方がいい。エイトカラーズのお二人とは、うん、この日が初対面。はい、でヨッシーさんは関西出身で、うん、あの随所にボケを挟んでくるんで、うん、そのボケの処理に困りましたよね。慣れないボケでね、そうマジレスしてしまうっていうね。あ、ボケだったんだって普通に答えちゃうっていう。そうそう、ヨッシーさんがここでエイトカラーズいつも見てますって言って話しかけられてましたよ、うん、そう、羨ましいっすね。ステッカー配ってたよね。私たちももらいました。これ絶対なくすぞ。そう、やばいね。どこ入れたの？ここに入れた。入れてなんてのちょっといいっしょ、別にこれ入れるのになんでそんなに嫌がるの？なんでそういうこと言うの？今ステッカーを違うよ。なんでだよとか言って、まあ、トイレしててそこにもし貼られてたらどうしようかハトマチ峠からクライモー。ハトマチ峠から直接至仏山に登り山の花に下るルートです。至仏山から山の花に下るルートっていうのが、うん、ゴールデンウィーク限定のルートなんですよね。はい、普段は山の花から至仏山への上りの一方通行しかないんですよね。うん、尾瀬ヶ原を眺めながら歩けるのはこの時期限定なんだよね。そうなんですよね。こんなに緩かったっけ。鳩町峠から直接至仏山を目指すこのコースは、うん、緩やかで登りやすいんですよね。はい、ヨッシーさんとマルコさんと4人でずっと話しながらだからあっという間に進んじゃったね。ヨッシーさんのあの関西のノリと、はい、マルコさんのねはんなり京都弁が可愛くてね。はんなり京都弁、そう、可愛くて楽しかった。そうだ、ね、ヨッシーさんの人懐っこさっていうのかな、うんうん、すごいよね、うんうん、初めての人でもガンガン質問もしてるよね。そうだね。私もヨッシーさんにめっちゃ質問したんだけど。え、どんな質問したの？いくつですかとか次はどこ登るんですかとかどの山登ってきましたかとか
山小屋どこに行ったことありますかとかそういえばゆうちゃんは質問屋だったもんね。そう質問魔だもんね、質問魔、うん、ねえ、え、奥はアイコマ。空を見上げると、はい、ハロが出現してましたね。サンタマさんはここではカン水平アークだってなんかはしゃいでたよね。カン水平アークだって。でもね、違う人はハロだよハロだって言ってたからハロだって言ってたよね。急に急に変えたよね。ちょっとバカなと思われちゃう。カン水平アークじゃないんだよな、これハロなんだよね。大きな輪っかはハロなんだね。僕らはヨッシーさん夫婦を年下だと思ってたんですよね。そうだね、うん、サンタマさんよりは年下だろうって思ってた、うん、でヨッシーさんがね、うん、ツイッターでタメ口聞いてくるから、うん、まあ、年下のくせにこいつタメ口聞いてるぞって今度会ったら閉めてやるって言ってたね。そうそしたらまさかのね年上だったんだよな。全然年上だったよね。ね、2人とも若々しいよね。なんでだろう、登山やってるから休憩取りますか、ちょっと。ああ、じゃあおやつ食べますか。ちょっと休憩しよう。ポテロング派ですか。あのコンビニにポテロングがないと結構がっかりです。あとね、12、3分で分岐ですよね。小山沢回し。何、小山田代田代こっちだいぶ色褪せてきてなんで同じ装備だ、みんなえみんな同じ装備だ ね、だ1年早く買って、うん、俺が汗だくになってるからだった2回目2回目もう1個だ。ここからはね、楽しい稜線歩きになります。樹林帯を抜けるまでは2時間ないぐらいですか、うん、そうですね。でこの辺で西側の展望が開けてきて、うん、谷川岳とか、うん、上信越の山々が見えてきたと。はい、うわ怖っ。はい、ここから越仏さんのトラバース、雪が溶けて腐ってたので、うん、滑りやすいっていうのはあったよね。まあ右足のアイゼンがない状態で歩くと滑落しますね。どこどこの山だったね。谷川岳みたいに、はい、右足のアイゼンがないと一気に下まで下まで落ちちゃいます。そう、アイゼンあるか確認してから登りましょう。いや、うん、本当に高山の後ろには富士山も見えてきました、うん、はい、サントマさん嬉しそうに叫んでたよね。でもみんな最初ね、雲に見えちゃってね、あ、そうそうそう、雲じゃんあれって言って ね、でも登りについて富士山だったから、うん、富士山だったねって話になったんだよね。最初信じてなかったのか。みんな雲じゃんって言ってた。言ってたわ。山口を出発してから、はい、約3時間至仏山の山頂です。山頂はね、雪は全くなくってね、蛇紋岩がねゴロゴロむき出しになってるから、アイゼンだとちょっと歩きにくかったね、うん、ありがとうございます。山頂からは北西の景色が綺麗なんですよね。はい、越後三山や平ヶ岳などの山々が連なっています。まあ、行動食食べたらすぐ下山していきますよ。でこの先ですね、はい、結構な急斜面で、はい、かなり怖かったですね。そうですね、
下山開始直後からね、ルートをちょっとミスしてしまったんだよね。すごい急斜面を下るみたいなとこになっちゃって僕は引き返したんですよ。それを見て怖いって言ってね、なんか正しいルートを見つけて自分一人だけ抜け駆けして正しいルートでね歩いてた。抜け駆けではないでしょ別に全く正しい横手をしただけだからでヨシーさんがプチ滑落したって。はい。こっからがね怖いけど、うん、楽しいルートで尾瀬ヶ原と日内ヶ岳を眺めながら下ることができるんですよね。はい、開放感があってねとっても気持ちよかったですね、うん、こうやって降りられるのがゴールデンウィーク限定なので、うん、本当に1週間しかないんですよね。はい、よいしょね、でこの先のね雪の斜面が、うん、まあ広くって、うん、障害物がないので、うん、結構皆さん尻制度とか、はい、ヒップソリ使って滑ってましたよね、うん、頭から落っこちてた人いたでしょ。一人そうなんだよでなんか人にもぶつかりそうになってたし、いや人にぶつかってる人もいた。あ、いた、うん、この日の雪の質のせいなのか、うん、止まれない人が多かったみたいで。そうなんだよね、うん、滑落だよね、うん、滑落で頭から落っこちてた人は、うんうん、その後何回も滑ってて、うん、止まんなくて一緒にいたおじさんが抱えて止めようとしたんだけど全然止まんなくておじさんも抱えきれなくて二人でずるずる滑ってたよねそれもまあ途中で止まったんだけどそうそう、その後またその人滑っちゃって今度はね谷底まで落ちちゃったんだよね。谷底に落っこちてた。もうすごかったよねいや今笑って喋ってるけど、うん、あの見てる時すごい怖かったよね。そうだね、このままどうなっちゃうんだろうみたいな。まだ滑ってる、うん、幸いスピードが出てなかったから、うんうん、あの踏ん張れば緩やかに落ちていくっていう感じだったんだけど。そうだね、うん、でもあこんなに止まれないんだと思って、うん、怖いわ。で滑ってる人漏れなく、うん、ピッケル持ってないんですよ。そうなんですよね、ピッケルないからもう止まる手段がない、うん、一度スピードが出てしまうとね、うん、もう停止は困難ですからね。そう、あのみんなもうなんかストックとかで踏ん張ろうとしてたんだけど、うんうん、まあ、全然刺さんないから、うん、立ち上がれないし、そう雪がもうぐずぐずだから、うん、ダメなんだよね、うんうこのまま尾瀬ヶ原まで歩きたいですね。そんなこんなで無事山の花に降りてきました。先ほど滑落した人が山の花でのんきにカップラーメン食べてたんだよね生きててよかったわ、ね、よかったよ。500だ。まあこの日はね時間があれば尾瀬ヶ原はちょっと進んでみたかったんですけども、うんうん、まあ、帰りの乗り合いタクシーの時間もあったので、うんうん、ちょっとだけ散策することにしました。はい、で私が間違えてしまいまして、はい、尾瀬ヶ原に向かってるつもりがなんか研究見本園があるね。ああ、そうそうそう、散策路歩いてたんだよねそう、その散策路をループしてた、ね、うん、左手に私物さんがずっと見えんなと思ったら、うん、全然散策できなかったんだよね本当は多分牛首のあたりまで歩けるはずだったんですけど、うん、私のせいで行けなかったと。はい、はいフフ
勇気ある。どっちやるちゃん？そっちじゃない。初飲むね。でちょっとね散策したら鳩町峠までここから少し登っていきますよ。200m 登りますね。はい、もうテント場もねすごい混んでましたね。そうだね、うん、楽しそう。うん、時間ほどで鳩町峠に着きました。はい、ここでねヨッシーさんとマルコさんがね締めを撮影してましたね。ヨッシーさんはね、うん、台本なしで喋ってるんですよね。その時感じたことをその場で言うみたいなね、うん、すごいよね。すごいなと思ったな、うん、それ普通にスラスラ喋ってるって噛まないんだよね。いや今日はありがとうございました。ありがとうございました。二人のおかげで無事死なずに生還できました。いや怖かったですよ最後。よかった。滑落をあんなに見るとは ね最初の俺の滑落は可愛いもんだって。だって2メートルぐらいしか、1、2メートルしか落ちてる。下山して、はい、まあ、この後どうしますか、うん、じゃあご飯でも食べ行きますかと、うん、イタリアンレストランのフライパンっていうところに行ったんですよね。はい、いやヨッシーさんめっちゃ焼けましたね。ここのシャツの中がパフェ、うん、すっごい印象に残ってて、そう特製フライパンパフェっていうのがねめちゃくちゃ当たりでしたね。そうで出てきた時のインパクトもすごくて、うん、花火がバチバチ、お誕生日かっていう。そう、まあね、尾瀬周辺にはねあんまり飲食店がなくて、そういつもねどうしようと困ってたんだけど、うん、いいお店をね開拓できて嬉しかったね。大当たりでしたね。またかよ。はい、はい、というわけで残雪の尾座その水質のオザオザじゃん。トクイクーン、トクイクーンって言って、トクイクーン、え、なにトクイクーン。あ、そうだよ、私できないもんそれ。今回の音声どうやった？私トクイクーン役やんないといけないの。で今回の残雪のオゼ、はい、いかがでしたか。残雪のオゼね、うん、実はね3回目なんだけど、うん、3度目の正直でやっと登頂できましたね。そうですね、はい、でまあ、何度も来ている尾瀬なんだけど、うん、これはね初めて尾瀬ヶ原に下るっていうのをやってね、うん、また一つ楽しい思い出が増えましたね。そう、はい、で久々にね、うん、人と登って、うん、エイトカラーズのお二人と、うん、いろんな話をしながら登ったんですけども、うん、はい、まあ楽しかったですね。そうだね、うん、時間が過ぎるのもあっという間でしたね、うん、たまにはグループ登山もいいですね。はい、ヨッシーさんの関西塗りに笑わせてもらい、うん、マルコさんのねあのふんわりとした優しい雰囲気に癒されましたね。そうですね、はい、またご一緒したいですね。はい、というわけで、はい、今回もお疲れ様でした。帰りの乗り合いタクシー、うんうん、僕らの他にもグループが乗ったんですけど、うん、その中でまた脱落した人がいたんだよね。なんかどこまでも一緒だったね。僕の前に座ってた。あ、この人じゃんと思って。あれ面白かったな、ね、うん、またいでよって言ってね、うん、元気だったね。よかったよね本当にね。まあ今だから笑えるけど ね聞けなかったな。なんて滑落してどうでしたって。そんなこと聞ける？インタビューするの？いや
せっかくだからさ、どういう気分だったのかなとか死んじゃうと思ったとかそうそうそう、だいたいそうしか言わないでしょいやスピードは緩かったから、うん、どういう気持ちだったのかなと。